タイヤーズスペシャルステージソニックラシック、すごい車ですね。オーナーさん、自己紹介お願いします。はい、イタリアのランチャストラトスを持ってきました。徳島から参りました原田と申します。原田さん、はい、この車、これもう見るからにすごい車ですけど、これは本物ですか？一応本物です。これは何年式の車というか？これは1974年製の車です。はい、でこの車競技に実際使われてまして、はい、1981年スペインのラリー選手権でチャンピオンを取った車そのものです。その当時のカラーリングがこれです。じゃあもうその当時走ってた状態をキープしてあるということですか？ですね、その後真っ白に塗られて、アイタリアカラーに塗られて、そうして長年あったんですけども、で私がある時購入させていただいて、当時のカラーにレストアイしました。なるほど、それでこういうピカピカな状態なんですね。このウェアとか、この帽子とかこういったところもやっぱりそうやって作られたんですか？このウェアは作りました。はい、でこの帽子はですね、当時のナビゲーターのところに行って奪ってきた当時のオリジナルの帽子です。すごいですね。もう相当なマニアというか、あれですよね、相当好きな感じですね。うちにレーシングスーツ、ジャケット、シューズ、いろんなドライバーのグッズがお宝として、持っております。なるほど。じゃあ今回のこのイベントとしてはもう完璧にこの趣旨に合った車というか、そういう感じの車になりますよね。一応そういうつもりで持ってまいりました。じゃあちょっと車の中見させてもらっていいですか？はい、このバケットシート、これ見たことないんですけど、これすごいですね。これですね、当時 のドライバーだったバグラシオンが当時使ってたそのままのシートです。あ、そうなんですか。でこのシートベルトも当時のままです。あ、すごいですね。あと奥にある時計ですか？あの辺とかすごいなんかおしゃれな感じがするんですけど。そうですね、レトロなもんですけども、あれ当時ホイヤーが作ってたストップウォッチ で向こうの方はハルダのツイントリップって言ってトリップメーターです。すごいおしゃれだなと思います。ただ古いっていうだけではなくて、その当時のそのおしゃれな感じがすごい伝わってくるインテリアっていうか内装ですね。はい、エンジンルーム見させてもらってるんですけども、これは何のエンジンがこれ乗ってるんですか？これはですね、フェラーリのディノのエンジンが乗っています。はい、2.4 リッターです。はい、でこれはコンペティションなので、ビッグバルブ、バルブがちょっと大きいのが入ってて、はい、当時280馬力のパワーを出していました。でそのちょっと前にはですね、4バルブエンジンの車がありまして、これは300馬力を超えてパワーを出していました。このやはりあれですよね、レーシングカーだけあって、ミッションとか放熱の穴が開いていたりとか、すごいエンジンも綺麗ですよね。あ、そうです。でこれエンジン、ミッションとエンジンが2階建てになってまして、はい、エンジンの下にこうミッションがあるんですけども、でここのところ、こっち側にですね、ドロップギア3つありまして、はい、ここのギアをこうコロコロ変えることによって、ギア比を変えることができる。そのファイナル変更的なですね。ファイナル変更と同じことができるというので、コースに合わせてここのギアを外して入れ替えると、スピードがギアを変えれるというふうになっております。もうそろそろついていけないぐらいマニアックな内容になってきてるんですけど、まあ、とにかく綺麗な状態で、すごくメンテされてるなっていうのはすごく伝わりますね。もうこうやって見る限りすごい骨組みだけなんで、すごく軽そうだなっていう印象もあるんですけど、その辺はどうなんですか？重量は950キロぐらいはあります。でもそれでも軽いですね。280馬力ほどあるので、でミッションかなりクロスしてます。これだから加速はかなりすごい、乗ってみたいです。私、はい、じゃあ今回も楽しんでいってください。はい、どうもありがとうございます。